北海道というふるさとを鉄道で巡る人巡り号のスキーム、こちらを北海道を代表する観光コンテンツとして育てていきたいというふうに考えております。 JR 北海道が日本航空や JTB と提携して10月に運行する北海道周遊列車、その名も北海道ラブ人巡り号。札幌を出発して3泊4日の日程で北海道を巡ります。1日目は札幌からトマムへ。星野リゾートトマムに宿泊し、雲海テラスで非日常の絶景が楽しめます。2日目はトマムから帯広までバスで移動し、そこから再び列車で知床シャリへ。知床の雄大な自然を堪能します。3日目は網走や北見などに立ち寄りながら当麻へ。この日の宿泊先は層雲峡です。ゆったりとお泊まりいただける北海道ならではの魅力を感じられる優雅な旅館、またホテルなどですね、ご準備させていただいております。最終日は旭川を出発して昼過ぎに札幌に戻ります。旅行に出たいという非常に潜在的な声はいろいろなところから伺っております。これによって旅行機運が盛り上がりですね、弊社のみならず観光業界全員が上昇する天気になればと。気になるツアーのお値段は、札幌駅発着の3泊4日で13万5000円から。来月からインターネットなどで順次販売される予定です。